光と薫はこのお客様と同じクラスだろ。そうだけど、この人付き合い悪いからよく知らない。そんな言い方は失礼だぞ。じゃあ僕のウサちゃん貸してあげる。いや、ウサちゃんもちょっと。僕のウサちゃん嫌い？かわいいですね。ないでしょう。ま、この手のタイプはメガネを取ってもさらに目が小さくなるくらいで。あ、ちょっと、入学式の日にコンタクトなくしちゃったんだから。さあ、これに着替えるんだ。何？何？問答無用。嫌だ。分かった、着替えるから二人とも外出てて。うわっと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 。お、あ、かわいいぞハルヒ。そのはにかんだ感じがグーグーベリグー。たまき様、かわいい。先輩、話さないよ。助けて。話さない。話さ、ああ、ハルヒ、ほい、タオルだ。ハルヒ。はい。お前、女なのか？生物学上は、一応。先輩たちが男と思っているなら別にそれでもいいかなと。どうも自分は男とか女の意識が人よりも低いらしくて。かなり面白い展開だな。あんた、ブラーボー、ヨウヤモナミモナミ、いやー。